改札口ホーム縦堀駅は静岡県富士市中島にある東海旅客鉄道みのぶ線の駅である。駅番号は CC02。縦堀駅は富士市の富士北地区に位置し、1日約1100人の乗車客がある友人駅である。普通列車のみの停車駅であり、みのぶ線で運行される特急、富士川は通過する。JR 東海によって運営されているが、 1926年の開設時は、私鉄の富士見信鉄道が運営していた。その後同鉄道の国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海に移管された。また、複線化に合わせて1969年に移転するまでは、400メートルほど東で営業していた。相対式ホーム2面2線を有する公架駅である。ホームは、 東側が一番線、西側が二番線であり、それぞれ上り列車、下り列車が発着する。一階建てのコンクリート駅舎は、高架線東側の地平に設置されており、各ホームとは通路や階段で結ばれている。駅舎内部には、自動券売機や JR 全線切符売り場が設置されている。キオスクはないが1990年代初め頃までは、改札口で、 新聞、雑誌、飲料や菓子などを販売していた。当駅は管理駅の富士宮駅が管理する業務委託駅であり、東海交通事業の係員が駅業務を行っているが、夜間時間帯は無人駅となる。静岡県東京年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。